3時のドリル。さあ、時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ボラ明け、パーソナリティ山田モンドです。さあ、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強の時間、3時のドリルです。毎日この時間に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞論説委員長橋本和之さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。選挙近づいてまいりまして、僕の妻が、はい、今日期日前投票に行ったって言ったら、すごい混んでたって言いましたよ。ああ、そうですか。はい、もう最近、期日前投票をされる方が多くなってるんで、僕も今日帰り行こうと思って、持ってきたんですよ。もうぜひぜひ票投じてください。ねえ、はい、橋本さんたちも今お忙しな。そうですね、今日の朝刊に各紙終盤情勢が載っていることが多いと思いますけれども、まあ最終盤になって、まあ、最終的にどうなるかって、ちょうど今与党で、自公で過半数を超えるかどうかっていうのがちょっと焦点になってきてますんで、それも今報道いろいろ出てますよね、どっちかっていう。そうですね、各社大体それが焦点だっていう感じになってますけど、超えると見てるところと、若干下回るかもねっていう、でも断言できるところはないと思います。微妙な情勢だと思います。またでも変わってきますから、週末に向けてね。そんな話題もありますが、今日橋本さんと一緒に取り上げます静岡トピックスはこちらです。19日午前5時43分ごろ、東京都千代田区の自民党本部に男が火炎瓶のようなものを5本ほど投げ、機動隊の車両が一部焼損しました。男はワンボックスカーで逃走後、同52分頃に近くの首相官邸前の防護柵に突っ込みました。警視庁は公務執行妨害の疑いで乗っていた埼玉県の49歳の容疑者を現行犯逮捕しました。これが土曜日の事件ですよね。19日ですね。もうなんかテロみたいな感じですけども。そうですね、これやっぱり選挙と関係があって、この自民党本部に突っ込んだ、狙ったということですかね。はい、これまでの報道を見てますと、逮捕された男が黙秘しているということで、やっぱり動機がはっきり分かりませんので、ちょっとはっきりしたことは言えないんですけども、取材にですね、この容疑者のお父さんが応じてられてですね、容疑者が過去にその原発反対の活動に注力していたとかですね、選挙の供託金制度、選挙に立候補するときに供託金というのを預けますよね、その制度にも不満を漏らしていたということを話していたということで、制度に不満を漏らしていた。そうですね、なので政治に対する不満とか怒りが動機になった可能性はあるんですけども、官邸とかですね、自民党本部を狙って襲って、その政治を変えようってもししたなら全く的外れですし、許されない行為だということです。いや、本当そうですね。これは被害はどうだったんですか。はい、容疑者は自民党本部でですね、火炎瓶を投げて、先ほど車両が、機動隊の車両が焼損したと言ってますけど、はい、あとガスマスクをつけて高圧洗浄機のようなもので液体を噴射したと。この時にですね、警備に当たっていた機動隊員3人が、煙を吸うなどして、高圧洗浄機 の液体の煙なのか、燃えた、煙なのかちょっと分かりませんけども、喉に軽い怪我をしたと。で、この時にですね、本部前でその男を取り押さえればよかったんですけども、それができずに、大体南に600メートルぐらいだと思うんですけども、はい、その音が約600メートル離れた首相官邸まで、車で移動して、防護柵に突っ込んで、警察官に発煙筒のようなものを投げつけたところで身柄を確保されたということですね。土曜の朝6時前ですからね、もう相当早い時間で、人通りがなかったのは幸いだったと思うんですけども、男がその警備の手薄な時間を狙ったのか、それとも、一般人を巻き込むのを避けたのかっていうことは、これからちょっと捜査が進まないとわからないですね。でもなんか車の中にすごいいろいろこう積み込んでたっていうね。そうですね、写真でもちょっと見えたかもしれませんけど、犯行に使われた車の中にですね、ガソリンの入った18リットリのポリタンクですね、あれが16、
20個ぐらいあったとかな。でそのうちの、うん、あの16個にですね、あのガソリンが入ってたと。それから、カセットコンロ用のガスボンベが入ってたっていうふうに報道されてます。だから爆発させようとしたってことですか。そうですね、容疑者あの逮捕直前に車内に火をつけて、うん、あのシートが一部焼けたという話ですので、まあ、この可燃物をですね、あの引火させて爆発させようとした可能性もあるというふうに見られていると。もしのそうなってればあのもっと怪我人もいたかもしれないですね。いやそうですよね、はい、結構な大爆発になったんじゃないですか。もしそう、まあ、あの気化してたりしてそこに引火したりすると、あの大きなあの火柱があってですね、周りにいた人が、まあ、やけどしたりあるいはあの命をなくすという可能性もなかったとは言えないと思いますね。本当危機一髪で、はい、まあ、大きな被害に至らなかったと。そうですね、はい、まあ、結果的にはそうなんですけども、うん、影響は小さくはないと。あのご存知のように衆院選の真っ最中ですから、はい、うん、まああのまあ、首相官邸ですけど官邸には首相はおらずですね、うん、あの首相も国会議員もみんなあの自分の選挙区で選挙運動してたりとかですね、うんうん、あるいはあの他の候補者の応援に奔走してたりしてます、うん、今、うん、まあ、あの大勢の群衆の前でその演説をしたりしてるわけで、うん、まあ、警察とかですねその、まあ、国会議員の、まあ、候補者の関係者とかはですね、あの今度の事件を受けてそのどうしても警備を強化しなければいけないということで、あ、まあ、緊張感が高まってるなということです。そういう意味では影響がありますね、はい、あのまあ、実際県内でも影響が出ているようで、はいはい、あの特にあの19日はですね、19日に、立憲の野田さんが静岡に、うん、入ってましたし、うん、20日はあの岸田前首相が県内に入りました、うん、あのもう会場はだいぶ物々しい雰囲気だったということで、うん、やっぱりそういう首相経験者とかですね現役閣僚などの大物弁士が応援に入るともう警戒もさらに厳しくなるというしなければいけないということで、いやそうですよね、まあ、いろんなところになんで迷惑じゃないですけども、そうですね、まあ、影響が広がっている、影響広がりますね、はい、これでもやっぱこういうの最近増えてるじゃないですか。そうですね、だから同じような犯行の可能性ももしかしたらってことありますかね。そうですね、まあ、あの現段階だとその容疑者の動機とか背後関係というのは不明なので何とも言いませんけども、まあ、ただ最近のこういうテロ事件、あるいはテロ未遂事件を見てみると単独犯、あの最近はローンオフェンダーって言われますね、はい、うん、言葉を使われてますけど、そうあのそういう、うん、まあ、なんて言うんでしょうか、単独で、テロ行為を行う、うん、犯行が増えてますので、うん、そういう可能性を、考えてですね、うん、対処しなきゃいけないということですね、うん、で、まあ、あるいはこういう犯行に誘発されて、はい、あの模倣犯がまた出ないかもしれないということで、まあ、あの警備体制を強化せざるを得ないと、うん、またあの、自民党本部で火炎瓶を投げた容疑者が官邸まで逃げてさらにあの犯行を重ねたということなので、うんうん、まあ、あの行ったことありますかね、あの官邸周辺とか。あ、あります、あります、はい、いつも警察官機動隊がいて、はい、警備がすごいじゃないですか、うん、でああいう、まあ、あの早朝なんでもうちょっと薄かったと思いますけれども、まあ、そういう警戒されている中であの、こういう事態に至ったということで、まあ、その警備体制みたいなのもそれでいいのかというのを検証しなきゃいけないということなので、まあ、それも大きな影響の一つだと思いますね。いやでもまあ、どういうねこう動機があったのかはまだまだ分からないですけども、はい、これで火炎瓶投げて車で突っ込んで爆発させて何かを変えようと思ったんですかね。そうですね、あるいはもう要するにこう自暴自棄的にそのなんか聞こえと起こしてやれみたいな、そういう犯罪者もいますので、ちょっとあのやっぱり動機を調べるということがこれから大事になってくると思います。大事ですよね、はい、まあ、あと改めてこういうことをしても何も起きないよ、変わらないよっていう部分をちゃんとこう伝えていかなきゃいけないですよね。今回でもこれ選挙には影響はないですよね、こういうのは。そうですね、まあ、うん、
この事件があったからそのどこかの党とかですね、うん、あるいは特定の候補があの票が増えたり減ったり、うん、というような影響はあんまり考えられないと思います。そうですね、うん、ただあの、まあ、思い出せばですね2022年にあの安倍元首相が奈良市で、はい、街頭演説中に銃撃されて亡くなってますし、うん、あの岸田前首相も、昨年の、衆院補選の時に和歌山でありましたね、爆発物を投げ込まれる被害に遭ってます、はい。まあ、岸田さんはあの、命に別状はありませんでしたけれども、うん、あのどちらの事件も単独でテロ行為を行う先ほど言ったローンオフェンダーローンオフェンダー、うん、であのこのローンオフェンダーというのはそのこう周囲の関係がないの で、うん、で前兆もないのでその対策が極めて難しいというふうに言われてます、うん、警視庁はあのこうしたローンオフェンダー対策専門の担当課をですね、うん、この来年の春に、そのまあ、組織替えをして設置する計画だそうですけども、うん、まあ、あまりあの警備が強化されるとそのこういう選挙の時はですねあの、まあ、会場が制約されたりとか、うん、あと、まあ、例えば候補者がその応援弁士として先ほど言ったようなその著名な方を呼びたいなと思った時にも、うん、その警備を強化しなきゃいけないんでちょっとその準備があの間に合わないとかああの十分できないというようなことでこう諦めたりするというようなことも。にもなりかねないと。あ、そうなると影響が出ますね、まあ、あの政党や政治家その選挙の時にはそのできるだけ直接ですね、うんうんうん、多くの有権者にその自分の主張を訴えたいですし、うん、でそれっていうのはその有権者にとっても投票先を選択するための、まあ、大事な材料になり得るわけですよね、うん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 、そうした機会が少なくなってしまったり、まあ、制約されたりするというのは、まあ、最終的には民主主義にとってマイナスということになるんじゃないかなと思います、うん、国外でいうとトランプ大統領のね、トランプ前大統領の演説などありましたもんね、まあ、あれはもしかしたらその選挙結果にも影響を、ね、するかもしれない事態になってますけれども、うん、まあ、またあとあの警察がですね多くの人員とか装備をこうその警備にかけて、その対策をするということになるとそれだけ費用がかかるわけですよね、はい、でその負担も、まあ、最終的には税金が使われるわけですから、そうか、税金か、国民負担でやらなきゃいけないということになりますので、うん、だから、まあ、テロ防止その安全確保、これはもうあの政治家もそうだしその周囲にいる一般の有権者もそうだと思いますし、うん、であとその民主主義を守る、そういうことのためにどういう対策を講じていくのがベストなのかというのを、まあ、これから社会の課題として考えていかなきゃいけない状況になっているということじゃないでしょうか。これは橋本さんその新聞記者として、はい、こういう選挙とかずっとこう取材していく中で、はい、昔もちょいちょいあったことなんですか、こういうことって、うん、いやでもで首相演説、まあ例えば戦後間もなくとかですね、あの明治新後とかっていうのじゃなければ、それは分かりますけど、歴史上のことじゃなければ、あの首相が、その襲われて亡くなる、まあ、元首相ですけど元首相が襲われて亡くなる、いつからいつ以来だとかっていう話になるじゃないですか。ですよね。あと、いやこういう爆発物投げるとか、爆発物投げるとかっていうのは、であそれもそあの、ちょっとその前例を思い出せないぐらいですよね、じゃないかと思います。でやっぱりあのローンオフェンダーっていうのが最近注目されてますんで、うんうん、まあ、昔はそういう、まあ、過激な思想を持った人たちがグループでやって、そうするとやっぱり逃げなきゃいけなかったりするんで、 その、そういうことも考えてやるわけじゃないですか、はいはい、あるいは準備だったり、で、まあ、そういうところをこうあの取り締まったりということもあったと思うんですけれども、うん、ローンオフェンダーってその前兆が全くなかったりするんですよ。だからその前兆ない中で備えろって言ってもなかなか難しいですし、そうですよね、だからそういう難しさがあの対策にあるということ で、でだからその危機が高まってるということなんで、やっぱりそういう意味では治安がその安全を確保するというのが難しくなってる時代だってことじゃないかって思いますけどね。本当ですよね。で最後に橋本さんおっしゃったそのこういう安全確保のために警備を増やさなきゃいけないっていう、この費用は税金だよっていう、そうですね、ただまあ安全がやっぱり最優先になる。いやそうですそうですよ、当然そうですけども、まあ、思いますんで、なんかこうね、自分たちの首を絞めてるような気もするんですけども、ね、どうやったらそういう犯行をなくすことができるのかっていうのはなかなか、本当にあのなんていうか考えていかなきゃいけないなと思います、ね、はい、ありがとうございます。今日勉強になりました。というわけで今日の先生、静岡新聞論説委員長橋本和之さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ
今回の内容を聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今までのアーカイブも上がっていますから、隙間時間見つけて少しだけ静岡市ニュースに詳しくなっていきましょう。今日の勉強はこれでおしまい。